ああ、分かった。一応分かる？そう。じゃあ、待ってる。いらっしゃるじさん。金太郎、行かない顔だな。父親が死んだばかりだから仕方ないが、あまりくよくよするね。はい。智彦さん、いらっしゃい。俊太君も。こんにちは、おばさん。おばさんって言わないでよ。まだ若いんだから。もう十分おばさんだよ。相変わらず生意気ね。では奥様、私はこれで。森旦那さん、本当に助かりました。葬儀も全部仕切っていただいた上に、初七日の準備まで。いえ、社長には本当によくしていただきました。これくらいのことでは恩返しもなりません。ではまた明日。誰です今の。安太郎さんの部下ですよ。事業部長の森永さん。実家が葬儀屋だから、今回のことは何から何まで。なんでこうなったんですよ。え、何のことです。その、兄さんの初七日ですよ。大体初七日なんて、葬儀のすぐ後にするのが最近の常識じゃないんですか。それに、東京の家でやればいいものを、わざわざ伊藤組んだりまで呼び出して。坊主はどうするんですね。ご同志は昼過ぎ、式の直前に来られます。ここでするのは、結城さんの発案です。結城？ああ、あのいけすかない女弁護士か。亡き夫の信頼厚い方です。何か、大事な話があるそうです。大事な話？何ですか？あ、そう、私は知りません。いらっしゃいませ。ああ、頼む。俺の方ね。わかりました。お部屋は2階の手前の客間でございます。俺の部屋は。俊太さんはお父様とご一緒でお願いします。ごめんなさいね、この別荘は部屋数が少ないのよ。チェ、親父と一緒かい。文句を言うな。あの家政婦、東京の家で働いている娘じゃない。そうです。なんでここにいるんです。いろいろしてもらわないと困りますから。そういえばさっき、姉ちゃんから電話がありました。なんだって。駅に着いたって、もうすぐ着きます。そう、姉ちゃんって陽子か。そうです。なんで陽子が来るんだ。この上白家から感動された身だろ。アメリカに留学するとか言って、勝手に家を飛び出していった娘だろ。父親の葬儀にも来なかったやつが、なんで今更のこのこと。ゼミで簡単に連絡を取れない山の中に行ったそうです。明美さんも知ってたんですが、戻ってくれって。あ、はい、今朝聞きました。そうか。なんだよ、県外じゃないか。今時県外の場所があるなんて信じられん。庭から海岸の方に降りたら、ベンチが置いてあります。その辺りなら調子良ければ何とか通じます。どんだけ引き地なの。何のゲーム。ドラクエ。俊太のお父さんの会社さ、うまくいってんの。そんなこと知らねえ。なんか最近変わったことない。知らねえよ。話しかけるから作戦間違えちゃったじゃんか。ああ、くそ。俊太がさ、もしも、もしもだよ。お父さんがいなくなったら、母さんは別れていないわけだし、一人になっちゃうじゃない。どうするの。うちの親父はあの調子だぜ。そう簡単には疑わねえ。今回は船がひっくり返ってて、お前んちのおじさんは死んじゃったけど、うちの親父はピンピンしてるじゃん。うちの父さんは泳ぎが得意だったんだ。そんな簡単に死ぬはずはなかったんだ。じゃあなんで溺れ死んだんだ。それは
いや、二人とも元気か。竹彦浩二さんいらっしゃい。元気かって、葬式で会ったばっかか。3日前。俊太、お前の親父、海岸の方ででかい声で怒鳴ってたぞ。携帯に向かって。大丈夫か？そんなこと知らない。相変わらず憎らしいガキだ。しかし、安田の兄さんは偉大だったよな。自分で起業して、一代であんなでかい会社にしちゃうんだからな。その莫大な遺産が、お前や、お前のお母さんに行くわけだ。あの人、お母さんだと思ったことはありません。あの人と安田の兄さん、結婚してまだ2年だもんな。お母さんと思えなくても当たり前だ。それに若すぎる。健太郎が大金持ちか。羨ましいな。俺、明宏さんの弟子になろうか。はぁ、俺だったらすぐ、お母さんって呼んでやるんだけどな。それで小遣いたくさんもらえるの安いもんさ。でも、健太郎と兄弟になるの嫌だな。何バカなこと言ってるんだ。お前の親父だって一応会社の社長だろ。金ならたくさん持ってるだろ。最近小遣いろくにくれないんだ。会社やばいんじゃねえか。そうか。安田の兄さんと違って、智彦兄さんは詳細があるようには見えないしな。どこ行く？部屋。そういえば健太郎、お前の姉ちゃんどうなっちゃってるんだ？感動されて、アメリカかどっか行っちゃって。生きてんのか？元気です。もうすぐここへ来ます。そうか、帰ってくるのか。なんだ、滝彦、来てたのか。どうしたんだよ、兄さん、浮かない顔してさ。お前には関係ない。なんだよ、水臭いな。仕事上の問題だ。いろいろとあるんだよ。お前みたいなプー太郎にはわからない問題は。プー太郎じゃなく、フリーターだ。お前ももういい歳なんだから、いい加減まともな仕事見つけろ。そんなスマ被害者に何が楽しいんだ。嫁さんも来ないぞ。ほっとけ。健子さん、いらっしゃい。姉さん、今日も美しいね。やめてください、そんな。姉さんも、安田の兄さんが死んで悲しいよな。結婚して、旦那に2年で死なれちゃ悲しくない方がおかしい。その悲しみが、美しさをますます引き立たせるんだよな。滝彦、失礼よ。どうぞ。ありがとう、アキちゃん。仕事大変だね。何か困ったことがあったりできな。いつでも相談乗るよ。いえ、そんな。竹彦様のお部屋の用意もできてます。2階の奥の部屋です。分かった、ありがとう。まあでも運がいいよ、姉さんは。安田の兄さんの莫大な遺産が入ってくるわけだし、生命保険も入ってくるんだよね。1億ぐらい。俺だったら笑いが止まんないね。竹彦、いい加減にしろ。不謹慎だぞ。私はそんなこと考えたこともありません。あ、傷ついた、ごめん。別に姉さんがそうだって言ってるわけじゃないんだ。俺だったらってこと。だから許して、この通り。あの、陽子さんが来られました。皆さんお久しぶりです。おお、陽子、ちょっと見ないうちにまた一段と大人になったな。色気もついて。よし、よくも抜け抜けて来られたもんだな。お前感動されたんだ。もう上白家は人間じゃないんだ。智彦さん、明美さんは黙っていてください。あなたはこの上白家に嫁いでまだ間もない。遠慮して言いにくいかもしれませんが、こういうことははっきり言っておくないとね。悪いことは言わない。すぐにアメリカに帰るんだな。帰りません。何？感動されても私の父には変わりありません。初七日の法要には出席します。じゃあ終わったらすぐに帰れ。父親の葬儀にも来なかったやつが偉そう。やめろよ、兄さん、そんなひどいこと言うの。陽子がかわいそうだろ。だいたい安太郎兄さんも頑固だったんだよ。娘が外国に留学に行きたいって言ってるんだから、素直に行かせてやればよかったんだ。それをどんな喧嘩したのか知らないけど、感動するなんて。初七日が終わったらすぐ出て行きます。そんなこと言わずにゆっくりしていけよ。お姉ちゃん。健太郎、久しぶりだ。久しぶり。部屋に案内するよ。
陽子も相続人の一人か。感動されただけじゃ相続排除されないからな。兄さんが何らかの法的処理をしていなければそういうことかもしれない。ま、どっちにしろ姉さんの取り分は変わらないんだろうけどね。あ、そうだ、弁護士はいつ来るの？明日の午前中には来るとおっしゃっていましたが。やっぱり遺言の話か。遺言？安太郎兄さんの遺言があるっていうのか。ああ、何も聞いていませんが。遺族がみんな集まるところにわざわざ顧問弁護士が来て大事な話があるって言ったら、そういう話じゃないの？あの人は不慮の事故で死んだんです。遺言書を書いてあるなんて考えられません。安太郎兄さん、結構几帳面なとこあったからな。そういうとこまで考えててもおかしくないよな。ま、智彦兄さんと俺には関係のない話だけど。そんなことないって。父さん、口には出して言ってないけど、いつもお姉ちゃんのことを思ってたよ。お姉ちゃんから電話があって、元気なことを伝えたら、いつも嬉しそうに遠くを見つめてた。留学から帰ってきたら、きっと許してくれてたよ。だから、そんな悔やまなくていいんだよ。父さんと富彦爺さんって一緒に釣りに行くほど仲良かったの？よくないよ。たまに家に来ても変な融資話ばっかり持ちかけるって。いつも父さん怒ってたし、釣りだっておじさん今まで全く興味がなかったのに、今回自分から初めて行きたいって。それでこんなことに。なんかおかしくない？お姉ちゃんもそう思うだろ。おかしいんだよ。おじさんが言うには、沖でエンジンを止めて二人で並んで糸を垂らしていたら急に大波が来て、昨日船から投げ出されたんだって。波に揉まれてやっと海面に顔を出すと、船は転覆しないで無事だったので、なんとか泳ぎついてよじ登ったら父さんの姿はなくて、すぐに携帯で救助を要請したんだけど、1時間後に浮いているのを発見されて。その時は
遅かったらしい。なんで？警察は事故による動きしたって。そんな、父さん泳ぎ得意だったじゃん。おかしいって言わなかったの？おかしいって言ったよ。でも、プロの漁師でも死ぬときは死ぬって言われたよ。じゃあ、やっぱり事故死なんだね。それがそうとも言い切れないんだ。え？殺された可能性がある。まさか友彦おじさんだよ。友彦おじさんが父さんを海に突き落とした。そんな、信じられない。まだ推測だけどね。僕もその釣りに誘われてたんだ、おじさんに。え、ケンタロウも？それってケンタロウも一緒に殺すつもりだったってこと？ああ。そんな、強引に誘われたけど部活があったんで断ったんだ。よかった、行かなくて。でも行ってたら父さんを助けられたかもしれないって。そう思うと辛くて。自分を責めることはないよ。ケンタロウは悪くない。それが本当だったら、悪いのは、憎むべきは友彦おじさんだよ。そうだね。でも、なんで友彦おじさんが？うちの遺産が狙いだよ。友彦おじさんにうちの遺産もらえる権利はあるの？ないよ。弁護士の結城さん、覚えてるだろ。うん、父さんの会社の顧問弁護士さんでしょ。結城さんによれば、うちの場合、父さんの遺産は妻の明美さんが2分の1、残りの2分の1を僕たち子供が均等に分け合うんだ。だから姉ちゃんは4分の1、僕も4分の1。姉ちゃんと僕がいなければ、すべて明美さんのものになる。でも、友彦おじさんには関係ないじゃん。ところが、明さんに聞いたんだけど。明さん？あ、お姉ちゃんまだ知らなかったね。今のうちの家政婦さん。今日はこっちに来てるから、さっき会わなかった。ああ、あの人。そのアキさんが何度か目撃したらしいんだよ。友彦おじさんがアケミさんの部屋に出入りしてるのを。え、怪しい。怪しいだろ。あれは大人の関係だって。大人の関係って、金太郎、あんた、家政婦さんとこんな会話してるの？アキさんも心配してるんだよ、うちのこと。そう。ってことは、アケミさんと友彦おじさんが共謀して、父さんを殺したってこと？ああ。財産目的？ああ。じゃあ、ケンタロウを殺そうとしたのも？全財産をアケミさんに相続させ、二人のものにする。ってことは、私も狙われていたってこと？姉ちゃんは感動されてたし、日本にもいなかったからな。でも、帰ってきたからには安心できないよ。僕たちまた狙われるかも。どうしよう。警察に相談しようよ。証拠がないんだ。警察は聞いてくれないよ。じゃあ、竹彦おじさんは？竹彦おじさんだったら相談に乗ってくれるかも。あの人だって来るかもしれないよ。そんな。だっていつもお金には困ってるみたいだし、あんないい加減な生き方してる人だよ。信用できない。じゃあどうすんの？こっちから仕掛けて証拠をつかむ。そんな簡単に証拠なんかつかめないでしょ。なんかいい方法があるの？いい方法かどうかはわからないけど、やってみる価値はあると思う。今日、明日が最大のチャンスだ。大丈夫？うまくいくの？当たってくだけどな。必ず父さんの恨みを晴らしてみせる。ああ、腹いっぱいになった。久しぶりにうまいもん食ったよ。あきちゃん、料理うまいね。結婚したらいいお店になるだろうな。そんなの、お前が結婚しろ。お似合いだ。ねえ、ママ。明日って何時に帰るの？なんで？友達とカラオケ行こうと思ってた。そうだな。法要終わった後、精進落としがあるから。こっち出るのが6時、時計つくのが9時だな。チェ、じゃあダメだ。ていうかさ、精進落としって何？坊さんたちの牢を握らって宴会をするんだ。そんな、駆け込んでたら任せて早く帰ろうよ。ダメだ。じゃあ
おめえもいい死に方しねえな。うるさい。俊太さん、露天風呂があるのよ。よかったら入ってね。露天風呂。よし、入ろう。竹彦さんもよかったらどうぞ。ええ、後でもらいます。コーヒーいかがですか？ありがとう。夕食美味しかったよ。ありがとうございます。あの、ちょっといいですか？なんだ？父さんの最後の様子をもう一度聞かせてもらおうと思って。この間も話しただろう。私だって辛いんだ。兄さんはすぐ横にいたのに助けられなかった。海に落ちた時、すぐに兄さんを探していたら助けられたかもしれないのに、悔やんでも悔やみきれないんだよ。わかります。で、何が聞きたいの？父さんは海のことをよく知ってた。海の怖さもよく知ってた。なのになんで荒れた海の中船を出したんだろうって思って。海は穏やかだったよ。でも突然大波が来たから不意を食らったんだ。本当に海は穏やかだったんですか？ああ。なんだ、疑ってんのか？これを聞いてもらえますか？父さんだ。言い忘れたけど、今日は釣った魚持って帰るからおかずはいらん。飯だけ炊いとけと秋に言っといてくれ。波も荒いし、風も出てきたから大量は望めんけどな。部活、頑張れよ。ああ、確かに兄さんの声だ。父さんからの留守電です。後で気づいたんです。時間からして船の乗るすぐ前だと思います。何が言ってるんだ？父さんは風も荒いし波も出てきたと言っています。確かに言ってた。私が嘘でも言ってるというのか？はい。健太郎さん、なんで嘘をつく必要があるんだ？父さんを強引に連れ出して。何？俺が兄さんを殺したでも言うのか？なんてことを言うんだ、陽子。お前の差し金か。そうなんだろ。いえ、でも思いは健太郎と一緒です。二人揃って馬鹿げたことを。なんで俺が兄さんを殺さなきゃならないんだ。そんなことするわけがないだろ。そうですよ、仲のいいご兄弟なのに。本当に仲が良かったんでしょうか？何？おじさんは父さんを裏切ってた。何のことだ。おじさんはあけみさんと。ガキが知ってるそうだなくんじゃない。兄さんを、お前の父親を、俺が君さんと組んで遺産欲しさに殺したとでも言うのか。証拠があるのか。どこに証拠があるんだ、言ってみろ。証拠もないくせにいい加減なこと言うんじゃない。あなたたち、そんな恐ろしいことを考えていたなんて。夜の海でも見てくるかな。心配するな。あいつらが知ってるわけないだろ。証拠は何もない。完璧だ。あいつらは単なる憶測だよ。
あんなるすろくで俺たちに潜って根性のことを吐かせるつもりだったんだ。取り分半分になったが、それがすごい額だ。生命保険もある。まずはそれ出した人。私は嫌よ。全額入ってくる計画だったじゃない。それが半分だなんて耐えられない。なんとか殺して今晩中に。分かった、約束よ。ああ嬉しい。一風呂浴びたら部屋に行くよ。約束は？そんなの。私の部屋はキッチンの奥右側よ。左側は健太郎たちの部屋。間違えないでね。ああ、じゃあ、後で。竹彦、びっくりさせんなよ。何してんの？酒を飲んでるだけさ、兄さんは。え、ああ、水を飲もうと思ってた。一緒に飲まないか。遠慮しとくよ。酒なら自分の部屋でも飲む。ここがいいのさ。潮騒も聞こえるしな。はい。何？ダメだった。なんとしても粘り通せと言ったのバカ野郎。ったく使えんやつだ。もういい。今日東京へ帰ったら俺からもう一度頼む。お前はクビだ。どうしたの？会社がヤバいんだ。なんとか早く金を工面しないと。もう持たない。だから早く決着つけてよ。約束は？約束はどうしたの？なんで昨日部屋に来てくれなかったの？何度も行こうとしたんだよ。だけど今に竹彦はずっといて行けなかったんだよ。あそこ通らないとお前の部屋に行けないだろ。携帯も通じないし。今を通って外から来られなかったの？部屋には窓からでも入れるだろ。防犯カメラがあるだろ。映ったらまずいだろ。モニターはあの居間にあるんだ。じゃあどうするの？もうすぐ弁護士も来るのよ。遺言書があって変なこと書いてあったらどうするの？まず弁護士がどうするか、その後考える。必ず殺してよ。わかった。
彦、いつまで寝てんだ。もうみんな朝食すんだぞ。死んでんじゃねえの。くだらないこと言うな。おい、竹彦、起きろ。おい、竹彦、おい、竹彦、起きろ。おい、俊太、起こしとけ。おい、家政婦。はい、何でしょうか。書なのかなんて面倒くさいこと、なんでやるんだ。詳しくは存じませんが、個人がいよいよ三途の川を渡る前に無事彼岸に渡れるように牧養するんです。家政婦のくせによく知ってんな。はい、私の母も1年前に死にましたので。父親は。いません。兄弟は。兄弟も他の身寄りもおりません。一人ぼっちか。はい、一人ぼっちで家政婦か、寂しいな。はい、母も死に、よくしていただいた旦那様も亡くなりになり、とても悲しいです。でも家政婦が嫌だと思ったことはありません。人に軽蔑されるような仕事ではありませんし、やりがいのある仕事だと思っています。偉い、よくできた娘だ。それに比べてお前は何だ。僕は僕だ。ああ、頭がガンガンする。さすがに飲みすぎたかな。どうぞこちらでお待ちください。今奥様を呼んできますので。こちらですから。こちらは私の事務所の真壁です。真壁です、よろしくお願いします。それと今後の会社に関することもありますので、森永さんにも同席をお願いしました。あきちゃん。はい。何でしょうか。みんなに連絡してちょうだい、今に集まるように。はい。あの、大事な話っていうのは。実は安太郎さんが生前遺言書を作成しておりまして。遺言書。あ、で、内容は。内容はまだ言えません。皆さんがお集まりになったら発表したいと思います。そうですか。主人の遺言があるなんて知るとも知りませんでしたので、驚いています。安太郎さんはもし自分に何かあった時のことをすごく心配なさっていました。もちろんご家族のことです。だからまだ若くて元気なのに、万が一のことを考えて遺言書を作っておこうと考えたんだと思います。それが1ヶ月も経たないうちに使われることになるとは誠に残念です。1ヶ月前。あ、ミキさん、ご苦労様です。智彦さん、おはようございます。大丈夫です。こいつは書の中回ってないのに大酒食らってこのざまです。まったく情けない。ゆきさん、おはようございます。おはよう、健太郎。それに陽子ちゃん、大人になったわね。お久しぶりです。アメリカ生活はどう？エンジョイしてる？エンジョイする余裕なんてないです。勉強で目いっぱいですし。そんなこちこちになったらダメよ。せっかくアメリカに留学したんだから、じゃなく、アメリカ人のいいところも一瞬吸収しないとね。はい。あ、そうだ、
ちら会社の事業部長の森永さん。森永です。亡き社長のご恩に報いるため健太郎君が一人前になるまで会社をしっかり守っていきます。今日は陽子さんにもおいできてよかった。え、先生、問題の方を。ああ、そうだ。あなたたち二人はここに座って。でもいいのよ。さあ、はい。こちら事務所の真壁です。よろしくお願いします。先ほど奥様にはお伝えしましたが、1ヶ月前安太郎さんから遺言書を作っておきたいと相談されたので、私が証人になって公証役場で公正証書遺言書を作成しました。もちろん法的に認められた正式な遺言書です。内容に不服がある場合異議申し立てもできますが、個人の意思を尊重するのが一番いい方法だと思います。あなたもここにいて聞いていてください。私ですか？はい、罪亜希さんですよね。はい。それから先ほど私が証人だと申しましたが、公正証書遺言書の作成には2人の証人が必要です。そのもう一人は上城武彦さんです。じゃあ武彦は遺言書の内容を全て知ってたというのか？その通りです。そんな、武彦、騙したな。騙したとは人聞きが悪いな、兄さん。遺言の内容を正式に発表する前に事前に発表しちゃうわけにはいかないだろう。だから黙ってただけだ。それに兄さんは相続人じゃない。それはそうだが。では遺言を読み上げます。遺言公正証書。本職は遺言者の嘱託により証人の立ち会いをもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、これを証書に作成する。一つ、遺言者は遺言者の保有する土地家屋、預貯金、株式等遺産のすべてを妻と子供たちに均等に分け相続させる。均等に？はい。子供たちって陽子も？そうです。感動された陽子に相続の権利あるのか？相続に感動は関係ありません。社長、社長は陽子さんのことを感動なんてしていません。ついカッとなって感動だって言ってしまったことを後悔していました。陽子さんはしっかりした可愛い娘だと。まだ本人には言っていないが、今計画しているロス支社の立ち上げチームに入ってもらうつもりだと。父が。あ、すみません、つい口を挟んでしまいました。陽子に3分の1。続けます。相続人は妻上城明美、長女上城陽子、長男上城健太郎、堤明、以上4名。家政婦さん。え？え？どういうこと？なんで家政婦が？亜希ちゃんはな、安太郎兄さんの子供なんだよ。なんだって！遺言書を作るとき兄さんから全て聞いたよ。兄さんは昔、亜希ちゃんのお母さん堤幸恵さんと付き合ってた。結婚まで約束してた。なのにうちの親父に反対されて、それを知った幸恵さんは兄さんの前から姿を消した。探したけれど見つからなかったそうだ。それが1年前、知人の見舞いで病院を訪れた時、病棟で偶然堤幸恵の名前を見つけ、まさかとは思ったけど、そのベッドで眠る女性の顔を確認した。すぐに分かったそうだ。24年前姿を消した堤幸恵さんだった。でもその時幸恵さんも意識のない状態で数日後に亡くなったそうだ。せっかく再会できたのに、運命はなんでこんなに無言だって、あの兄さんが涙を流してた。
その時、亡き母にすがって泣く秋さんを見て、すぐ感じたそうです。自分の子に違いない。それでいろいろ調べると、母子一人の苦労だらけの人生が見えてきて、一人ぼっちになった秋さんを見るに見かねて、少しでも自分の近くで幸せになってもらいたいと、無理に頼んで家政婦として家に住んでもらったそうです。秋ちゃん、お母さんから何かお父さんのこと聞いたことないのかい？いえ、母は父のことに関しては何にも。小学生の頃尋ねたことはあるんです。なぜうちにはお父さんがいないのかって。母はこう言いました。お父さんとは秋がまだお腹にいる時に別れた。でもお母さんが嫌いになったとか嫌われたとかそういうことではなく、どうしても別れなければならない理由があったんだって。お父さんは立派な人だったって。秋にはお父さんがいないけど、お母さんがお父さんの分まで頑張るから許してねって。お母さん悲しそうだった。だからもうお父さんのことは聞くのやめようって思ってたんです。旦那様がお父さんだったなんて。そんな締めっぽい話は後でそっちだけでやってくれ。こいつがそんなしがらみのある娘だとしても、認知されてなければ相続は無効だろ。ここに正し書きとしてこう書いてあります。堤亜希は戸籍上遺言者と親子関係はないが、遺言者の子として認知すると。そんなバカな。認知は遺言書でもできるんです。以下この遺言書が正確で公正であることを確認した遺言者上城康太郎、証人上城武彦、結城信子、交渉人の署名捺印が記されています。遺産は4分の1ずつってこと？俺はそんなもの認めないぞ。そんな髪切れ！ママ！バカな真似はやめなさい。たとえこれがなくても交渉役目には原本があるんです。パパ、パパがどうしてそこまで？それは智彦おじさんが少しでも多く自分遺産を自分のものにしたいからだよ。パパは相続に関係ないじゃないか。関係があったんだ。智彦おじさんは明美さんと共謀して父さんを殺したんだ。二人で遺産を山分けするために。健太郎さん、何を言ってんの。さらに僕も殺そうとしてた。昨日の晩も狙ってた、僕と姉ちゃんを。証拠は昨日も言ったの。何度も言わせんな。証拠はどこにある。証拠はここにあります。何？このスマホには録音機能があるんです。聞いてください。まったく、なんてガキどもだ。なんで知ってるの？何を言った？私たちの関係を。あなたが安太郎を殺したことよ。明美、心配するな。あいつらが知ってるわけないだろう。証拠は何もない。勘弁。やめろ！やめろ！うん、いいさ。なんでだ。なんで兄さんがこんなこと。兄弟三人、あんなに仲良かったじゃないか。なのになんで。兄さん。結果になって残念。
んです。これで遺産は陽子さん、健太郎さん、亜希さんの3人が相続することになりました。どうして？私の分は？あなたは被相続人を故意に死亡するに至らせたため相続結核事由に該当します。つまり遺産は一切もらえないということです。当然あなたが受け取りになっている生命保険ももらえません。私は何もしていないわ。殺したのはそいつよ、トモイコよ。私は何も。黙りなさい。あなたも共犯です。立派な犯罪です。そんな なんでこんなことに。みんなグルだったんだ。みんなで騙したんだ。私たちは何も共謀などしていません。健太郎君とも武彦さんとも。違う。なんでこんなとこで書なのか。この別荘での書なのかを提案したのは、ここが安太郎さんが最後に過ごした場所だからです。安太郎さんがとても好きだった場所です。だから安太郎さんの思いが皆様に伝わりやすいかと思ってのことです。ただそれだけです。研究家、詳細は殺しの調べを終焉とさせていただきます。皆さん、最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。